熊野の左巻きや2019年9月6日撮影。熊野の左巻きやは、滋賀県加茂郡日野町熊野にある国の天然記念物に指定された左巻きやである。やの編集である左巻きやの種子は、通常のやの種子と異なり、外角に左巻きの波紋状の筋があるものが多いため、左巻きやの名前がある。 国の天然記念物に指定された左巻き萱は日本国内に3件あり、また都道府県指定及び市町村指定も含めると数十件が天然記念物に指定されているが、熊野の左巻き萱は当該編集が最初に発見確認された地とされ、1922年10月12日に国の天然記念物に指定された。 熊野の左巻ヶ谷、大津市熊野の左巻ヶ谷の11924年3月3日に建立された天然記念物指定石碑。指定当時の西大寺村左巻ヶ谷の名称が刻まれている。2019年9月6日撮影。熊野の左巻ヶ谷のある熊野地区は日野町東部に連なる鈴鹿山脈の山中にある小規模な集落で、 綿向山南西陸の標高約400から450メートルの傾斜地に位置している。熊野地区には確認されている左巻ヶ谷が4株あり、4株のうち3株が国の天然記念物に指定されている。このうち2株は当地に鎮座する熊野神社東側の阿佐東坂の S や所有地にあり、S カ巨宅から町道を隔てた株の休傾斜地に生育している。 もう一株は、熊野神社手前を、町道から、南方向に下った、自中下の M や所有地の片側が休憩者地になった、歩道の路肩に生育している。S や所有の二株はそれぞれ高さ21メートル、間位は1.9メートルと2.4メートル、M や所有の一株は高さ23メートル、間位2.2メートルである。 これらの三株はいずれも指定当時の大きさから範囲が5 0トルから6 0トルも大きくなっているという。種子は長大円状の防水型で、長さ約3.8から4 7トル、幅約1.2から1 5トル、外角の表面に螺旋状、または直線状の筋があり、果実を包む内側の種皮にも外角のものと方向が一致する筋がある。 これらのうちら線上の筋は、左巻きと右巻きのものがある。左巻きがやは、通常のがやから偶発的変異によってできた突然、変異種と考えられ、周辺に生育する若い個体にも、同様の種子がつくことから、遺伝的に異なる性質を持つものと考えられている。なお、ここで言う左巻きとは、種子の髪型から真下を見て、左巻きという表現になったものであり、 このような髪型から見て、左巻きの螺旋形状は DNA の二重螺旋構造のように右巻きと表現するのが今日では一般的になっている。熊野地区は前述したように初めて左巻きガヤの存在が確認された発見地であり、1922年10月11日に3株の左巻きガヤが当地の当時の存命である西大路村を冠した。 西大路村左巻ヶ谷の名称で、国の天然記念物に指定され、同村が1955年3月に、周辺六町村と合併し日の町となった2年後の1957年7月31日に、今日の指定名である熊野の左巻ヶ谷へ、名称変更された。なお、指定当時確認された4株の左巻ヶ谷の、内天然記念物に指定されなかった1株は、 指定後の管理等の問題により所有者が指定を望まなかったことによるものであるという。国の天然記念物に指定されたカヤは巨樹や編集を含め日本全国に15件あるが、その多くが特徴的な珍しい種子に着目したものであり、林野町書館の国立研究開発法人森林研究整備機構の関西育種上では、 熊野の左巻き萱を含む渋梨萱小粒萱など国の天然記念物に指定された萱5県を保存種としてクローン収集し保存抵触している。AB 熊野の左巻き萱文化庁ウェブサイト2019年9月19日閲覧。ABC 広のピアニッシモ2から 3?ABCDFG e ホンダ P55 ABCDEFG 滋賀県教育委員会 ABCDEF 小林 P409P411 滋賀県日野町熊野神社ジャパンジオグラフィック2019年9月19日閲覧熊野の左巻ヶ谷公益社団法人全国観光振興協会全国見るナビ滋賀県日野町2019年9月19日閲覧町営バス等について 滋賀県日野町ホームページ2019年9月19日、閲覧。ありがとうございます。